手裏剣、高瀬千春。私が住んでいる京都は今うだるような暑さで、休みの日も外に出られません。そんな日にはクーラーの効いた部屋でジュースを飲みながら折り紙をするのがおすすめです。楽しいですよ。今日は簡単な折り紙をご紹介します。手裏剣を一緒に作ってみませんか？忍者が使うあの手裏剣です。手裏剣の折り図です。まず違う色の折り紙を2枚用意します。手順1、2、3、4までは折るだけなので簡単ですね。問題はこの次です。手順5、6、7、8はちょっと苦戦するかもしれません。6はツルツルの面を合わせてから、7は三角の部分を折って差し込みます。一つできてもそこでやめないで、5つぐらい続けて作ってみてください。そうすると折り方を覚えるので、次からは折り図を見なくても作れるようになりますよ。金色と銀色の折り紙で作ると高級感あふれる手裏剣になります。ぜひやってみてください。